はい、どうも、ソシです。今日のレッスンは、なんなんたことがあります、です。今日は、レッスンの最後に、皆さんに、たくさん質問がありますから、ぜひ、最後まで見てください。まずは、今日のボキャブラリーチェックをしましょう。ボキャブラリー、こちら。Crime、登ります。Climb、登ります。Stay、止まります。Stay、止まります。Clean、掃除します。Clean、掃除します。Wash、洗濯します。Wash、洗濯します。Practice、練習します。Practice、練習します。Become、なります。Become、なります。Sleepy、眠い。Sleepy、眠い。Strong、強い。Strong、強い。Weak、弱い。Weak、弱い。Be in good condition、調子がいい。Be in good condition、調子がいい。Condition、調子。Condition、調子。Golf、ゴルフ。Golf、ゴルフ。Small wrestling、相撲。Small wrestling、相撲。Pinball game、パチンコ。ピンボールゲーム、パチンコ。ティーセレモニー、お茶。ティーセレモニー、お茶。デイ、日。デイ、日。ワンス、一度。ワンス、一度。not once、一度も。not once、一度も。gradually、だんだん、gradually、だんだん。soon、もうすぐ。soon、もうすぐ。thanks to you、おかげさまで。thanks to you、おかげさまで。good for one's health、体にいい。good for one's health、体にいい。それでは、今日のストラクチャーと例文です。日本へ行ったことがあります。日本へ行ったことがあります。それではストラクチャーのチェックです。なんなんたことがあります。たフォームプラスことがあります。それでは他の例文です。広島へ行ったことがあります。広島へ行ったことがあります。富士山に登ったことがあります。いいですか？登ります。パーティクルはにです。富士山に登ったことがあります。相撲を見たことがあります。相撲を見たことがあります。日本でスキーをしたことがあります。日本でスキーをしたことがあります。次に質問をして答えます。カラオケに行ったことがありますか？カラオケに行ったことが
ありますか？いいえ、ありません。いいえ、ありません。お茶を習ったことがありますか？お茶を習ったことがありますか？はい、あります。東京スカイツリーに登ったことがありますか？皆さんいいですか？登ります。パーティクルにですよ。もう一度。東京スカイツリーに登ったことがありますか？いいえ、ありません。日本人のうちに泊まったことがありますか？この泊まりますもパーティクルにです。もう一度。日本人のうちに泊まったことがありますか？はい、あります。インドネシア料理を食べたことがありますか？インドネシア料理を食べたことがありますか？いいえ、一度もありません。いいえ、一度もありません。次に会話の練習をしましょう。ソフィアさんは富士山に登ったことがありますか？ええ、先月登りました。どうでしたか？楽しかったですが、大変でした。そうですか。ジャックさんは歌舞伎を見たことがありますか？ええ、先週見ました。どうでしたか？素敵でしたが、日本語はちょっと難しかったです。そうですか。ソフィアさんは、すき焼きを食べたことがありますか？いいえ、ありません。そうですか。とっても美味しいですよ。そうですか。食べたいです。最後に私から皆さんに質問をして皆さんの日本人レベルをチェックしたいと思います。何なんたことがありますの質問を10個します。1つから3つしたことがある人は日本が好き、4から6が日本が大好き、7から9はほぼ日本人、そして10個全部したことがある人は日本人です。いいですか？それでは質問します。日本へ行ったことがありますか？お寿司を食べたことがありますか？コンビニに行ったことがありますか？カラオケに行ったことがありますか？温泉に入ったことがありますか？相撲を見たことがありますか？神社やお寺を見たことがありますか？新幹線に乗ったことがありますか？富士山に登ったことがありますか？最後です。旅館に泊まったことがありますか？皆さん、どうですか？いくつしたことがありますか？ちなみに、僕は8でした。僕は相撲を見たことがありません。
それから富士山に登ったことがありません。ですから私はほぼ日本人でした。ちょっとおかしいですね。10個全部したことがある人はいますか？皆さんの答えをぜひコメント欄に書いてください。皆さんのコメント待ってます。はい、今日のレッスンは以上です。このビデオが良かったら LIKE、 それからサブスクライブお願いします。それではまた。さよなら。